まずは、はです。は、は、はを言うときに、口を開けて息を出して発音します。は、は、はは日本語でよく使います。例えば、返事をするときにみんな、はいと言います。この、はいは、はと、いを組み合わせたものです。は、は、皆さんも大きい声で読んでください。いかがでしたか？では、はの書き方を勉強しましょう。ははこのように書きます。1、2、3。もう一度書きます。1、2、3。皆さんも書いてみてください。これが「は」です。